ポルティングニュースが検証。MVP は、確定も、サイアング賞は、米大、リーグエンゼルスの大谷翔平投手は今季、メジャートップの40本類だ。88打点。投手としても8勝1敗。防御率に、79と大活躍している。アリーグ MVP は本命視されている二刀流は、 サイヤング賞候補にも名前が挙がっている。ダブル受賞の偉業はなるのか米メディアが占っている。アリーグ MVP 最有力候補の翔平大谷はサイヤング賞も受賞できるのかと特集したのは、米スポーツ専門メディアスポルティングニュースだった。まず、 今季に刀流で躍動を続ける大谷翔平について、現時点で昌平大谷は基本的にアリーグ MVP を確定させていると指摘している。三冠王を狙うブルージェイズのブラディミール・ゲレーロ・ジュニア。内野手も大活躍しているが、大谷の投手としての成績で不公平な競争を溶かしていると分析。 その先の MVP と際ヤング賞のダブル受賞の可能性を占い。ダブル受賞を考えることはそこまでクレイジーな話ではない。現時点で最有力候補ではないが、シーズン残り1ヶ月余りでライバルに肉薄していると快挙の可能性は残されている。としている。データでも、当主。 大谷翔平の能力は証明されており、選手の貢献度を示す指標、ブワルで3。8。ロビー・レーン、ブルージェイズの5。2。ゲリット・コール・ヤンキースの4。9。ランスリンの4。5。カルロス・ロドン、共に、ホワイトソックスが3。 9に続く5番目という、大谷翔平のオールスター後の活躍も評価の対象になり、5試合先発で防御率は1、36、33イニングで、被安打21、よし94の安定感で本当に凄す,すぎると絶賛している。そして、 今季リーグの絶対的なライバルの不在も追い風になるという。彼が競っているのは前世紀のカーショーでも、前世紀のシャーザーでも、前世紀のバーランダーでもない。彼はかなり良いシーズンを過ごしている。それなりの好投手と争っているに過ぎないのだと指摘。大谷翔平が、 サイヤング賞を争うのはメジャーを代表するエース級ではないと分析している。サイヤング賞のネックはイニング数チーム最高の打者の責任ある大谷翔平は今季100イニング以上達成したアリーグの投手の中で防御率9回あたりの奪三振数108ストライク率29 6%。被打率。187。ホイップ、1。06。エラ、168。9回あたりの基本類打数、0。72でいずれもリーグ6決に入る成績と。データでも紹介。その一方で、最大のネックは、イニング数だという。 このスタッツは圧巻のフィニッシュを飾ったとしても、大谷が乗り越えることが最も困難なものだ。なぜなら、彼にはチーム最高の打者としての責任があるからだ。他の投手のように中4日で登板していない。彼は19試合先発だが、この リストの他の投手は22試合から24試合先発している打者としての出場もあり、ゆったりとした感覚で登板している大谷翔平。手法のトラウトを書いている今、本塁打王を打線から外すことは難しく、投手大谷翔平にとって打者大谷翔平の能力が壁になっている格好だ。 最終的には、大谷派リーグのサイヤング賞も受賞できるのか。最高の答えは可能性はあるが、おそらくないだろう。彼が、残りのシーズンを、防御率1、00以下で過ごすか。ノーヒッターか14奪三振の試合があれば、その可能性は存在するが。2021年の大谷。 で信じられない事象に完全に見慣れてきてしまったのではないかと結論づけている。高い壁ではあるものの、残り登板試合で悪巻のピッチングを見せ続ければ、ダブル受賞の可能性はゼロではないという。しかし、何より、東打に刀流で活躍し、本類打王の争いをしながら、 サイアング賞の候補と関心を持たれるだけでも、大谷翔平の得意な能力の証明だろう。大谷翔平にリトルリーガーが大声援。インディアンスの監督代行はショック、彼らは私たちの味方だと思っていたのだが、ロサンゼルス、エンゼルスの大谷翔平投手は22日、日本時間23日、クリーブランド・インディアンス戦で、 一番、指名打者、DH として、先発出場。試合中、球場に集まった子供たちから招兵、昌平。昌平とコールを受ける場面があった。これに対し、インディアンスのディマーロ・ヘール監督代行はショックを受けたような様子を見せている。米公式サイト ML、MLB。 コムのレッドボリンジャー記者が伝えた。大谷翔平は、初回の第1打席で、インディアンスのカル・クアントリル投手と対戦し、全打で、出塁。さらにジャスティン・アップトンがアイアシュの打席で、今季19個目の盗塁をマークした。3回の第2打席は、死球。6回の第3打席は、空振り三振に倒れている。 8回の第4打席も死球を選んだが、デビッド・フレッチャー内野手が閉殺だに打ち取られて無得点で終えた。エンゼルスは0から3の敗戦を喫している。今回の試合はリトルリーグクラシックと名打たれたイベントで、リトルリーグワールドシリーズに出場する子供たちが招待された。試合前に、 選手たちと触れ合っただけでなく、試合中には選手たちに大きな声援を送っている。子供たちは特に大谷翔平の活躍に期待していたようで、昌平。昌平とコールする場面もあった。ボリンジャー記者によると、ヘール監督代行は我々のダグアウトの後ろにグループがいて、彼らは 大谷翔平を応援していた。彼らは私たちの味方だと思っていたのだが、と、ショックを受けたような様子で述べたという。次のオーディオビデオでお会いしましょう。